よし、終われ。俺は青木正人、一般企業に勤めるサラリーマンだ。この会社に中途採用で入社して半年が過ぎた。青木くん。はい。この資料は何？もっと訴求点を明確にできないのかしら。これじゃ見る方は分かりにくくて困るじゃない。俺のことを怒っているのは森直美さん。この部署の主任なのだが、厳しい指導で鬼の異名を持っているほどの人だ。その厳しさから彼女の下についたものはべっこべこにへこむと噂されている。新人だからって甘えないの。すみません。謝ったならすぐ行動に移す。もたもたしている暇はないわよ。時間は無限にあるわけじゃないんだから、しっかりしなさい。わかりました。言ってることは間違ってないんだよな。言い方は厳しいけど、ただあんな指導の仕方だと森さん誤解されてそうだな。森さんってマジ言い方とかきついよな。わかるわかる。ん？あんな風に言わなくてもいいのにな。俺だったら面ぶれ起こしてマジでへこむ。怖いよな、マジで鬼だ鬼。本当にな。このままじゃまずいか。別の日。青木くん、何でしょうか。またここミスしているわよ。何度も同じ間違いをするのはいけないわ。やればできるんだからしっかりしないと。あなたは頑張ればできるはずでしょ。それなのにどうして。すみません。そんなんじゃ昇進できないわよ。せっかく上に上がれるだけの実力は。どうしたの。実は昨日課長に昇進しまして。え、今なんて。昇進したんです。もろもろ手続きもあるので正式な発表はまだなんですけどね。え、不思議そうですね。だってあなた仕事。仕事うぬは置いといて、詳細は明日になると思います。そうなんだ。どうかしました。私かなり失礼な言動をしてしまって、それで。いや、まあだからその、私が立場をわきまえます。今までごめんなさい。そんなかしこまらなくていいですよ。まだ今は僕の方が立場が下ですし。それでは本日もよろしくお願いします。はい。そして翌日の朝礼。この度課長を拝命しました青木正人です。今後ともよろしくお願いいたします。本当に昇進したんだ。じゃなくてしたんですね。そんなに気を使わなくても、今まで通りで。いえ、そういうわけには。じゃあ今日から改めてよろしくお願いしますね、森さん。はい。森さん、これ間違ってますよ。普段ならこういうミスしないのにどうしたんですか。しっかりしないと。前までと全然違うな。そんなにビビらなくてもいいのに。あなたは素晴らしい人です。きちんとできることを知っています。焦らず修正してきてくださいね。すみません、ありがとうございます。こういうつもりじゃなかったんだけどな。鬼がビビってるの面白い。普段から威張りまくってたもんな。すっきりするぜ。別日。こんにちは。待って、逃げないでください。よろしければお昼一緒に食べませんか。いいですよ。無言だ。気まずい、ものすごく気まずい。森さんはいつも一人で食べてるんですか。友人はいませんから。それに会社は友人を作るとこではなく仕事をするところなので。一人は寂しくないですか。それはその、森さんがご迷惑でないなら
今度から一緒に食べませんか？え、森さんが嫌でなければですけど。考えておきます。翌日、昨日は心配で誘ってしまったけど迷惑だったかな。さすがにあんな誘い方じゃ来ないだ。そわ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 、いたわ、普通にいたわ。むしろ昨日よりもなんかご機嫌だわ。そわそわしてるわ。森さん。青木さん、お待たせしてすみません。いえ、あの、大丈夫です。来てくれたんですね。誘っていただけたので。それで、そのこれ。これは昨日青木さんコンビニ弁当だったので、それだと栄養が偏ってしまうと思ってお弁当を作ってきました。手間かけさせてすみません。ありがとうございます。大事にいただきますね。すごく美味しいです。よかった。誰かと一緒に食べるのは久しぶりです。久しぶり？入社して間もなくは私も同僚と食べてたんですけどね。なんで一人に？あまり人付き合いは得意な方ではないので。そろそろ時間ですね。ああ、それでは行きましょうか。うん、ゆっくり話を聞けなかったな。でもまた今度の機会に少しずつ距離を縮めていけばいいか。この日から森さんと一緒にお弁当を食べるようになった。お弁当の時間はゆっくりお互いのことを知っていく時間になり。そんなになんですか？生クリームボール食いがストレス発散方法なんです。ちなみにホイップと生クリームは違うものなんですよ。違いは何なんですか？原材料です。生クリームは動物性脂肪のみで、ホイップは動物性脂肪や植物性脂肪、または植物性脂肪だけで作ったもので。どうしたんですか？いえ、一生懸命好きを語ってる姿が可愛いなと思って。可愛らしいです。可愛いですか？その、ありがとうございます。反応まで可愛いな。別の日。うちの姫様です。姫様？天使とも言います。天使？うちのニャンニャンは本当に可愛いんです。ニャンコも可愛いですけど、やっぱり森さんも可愛いですね。ええ、可愛らしいです。可愛いですか？その、ありがとうございます。この可愛い反応、デジャブだな。さらに別の日には。聞いてください。嫌です。ここからが盛り上がるんです。嫌です。本当に苦手なんですね。怖い話。そうですよ。もう、それなのに激怒して階段を離さないでください。あ、あそこに幽霊が。ああ、幽霊はダメです。ダメなんですってば。大丈夫ですよ、冗談です。すみません、からかいすぎました。すみません、いきなり抱きついてしまって。いえ、反応がとても可愛らしかったです。また可愛いって。ありがとうございます。森さんのことを知れば知るほど、鬼と呼ばれていた頃のイメージとはかけ離れていった。もっと森さんを知りたい、そう思っていたある日。仕事終わりに手伝ってもらってすみません。いいえ、お気になさらず。でも残業。一人でやると大変じゃないですか。手伝えるものは手伝いますよ。それにしてもどこにあるんでしょうね、資料。見つかりませんね。もう少し整理整頓をしないといけないですね。ありました。でも高いところに。あと少し届いて。大丈夫ですか？取れますか？はい、大丈夫です。これくらいなら。なんと。森さん、危ない。いっとっとっと。す
すみません、私。いえ大丈夫ですよ、怪我はありませんか？私は大丈夫だ。すみません、私。そんなに焦らなくても大丈夫ですよ。いやでもすぐにのけますから。無言気まずいな。こんな俺と接近なんて嫌だったのかな。おや、鍵が開いてるじゃないか。不用心だな。え、鍵閉められちゃいましたね。まさかこんなことになるなんて。青木さん、スマホは？部署ですね。ですよね。騒いでも仕方ありませんね。きっと巡回してきてくれるでしょう。それまで待ちますか。来ませんね。来ませんね。寒いですか？少しだけ。これ着てください。ありがとうございます。森さん、少し質問していいですか？何でしょう？どうして森さんは自他ともに厳しいんですか？鬼と呼ばれてるのは知ってるでしょ？もう少し柔らかくした方がいいのでは、と前々から思ってて。私、つい相手に期待をして厳しい指導をしてしまうんです。これくらいならきっと乗り越えてくれると思って、勝手に期待して厳しくして悪いのは分かっているけれど、でも指導に手を抜いてはその子のためにならない。だから前はあなたにも厳しくしてたんです。ごめんなさい。なるほど、愛ゆえにってやつか。それなら言い方を変えてみましょう。言い方？森さんの優しさは分かりました。その優しさが伝わればきっと鬼なんて呼ばれなくなりますよ。青木さん。大丈夫、あなたのことをみんな誤解しているだけですから。ゆっくり変わっていきましょう。あなたは素敵な人です。ありがとうございます。明日からしっかり変わってみようと思います。それからしばらくして巡回に来た警備員さんに発見され、俺たちは無事に出ることができた。次の日。何ため息をついてるんですか？言葉遣いがなかなか治らなくて、昨日言っていただいたので変えようと頑張ってるんですが。染みついたものはなかなか取れませんから。大丈夫ですよ、ゆっくりやっていきましょう。そうですね、頑張ります。ありがとうございます。青木さん、やっぱり青木さんはいい人ですね。え、本当は部下の時から頼りにしてたんです。気配りができて仕事も早い。だからついもっともっとと厳しいことを言ってしまって。なんで青木さんは私を気にかけてくれるんですか？それは。青木さん。すみません、呼ばれたので行ってきますね。それからも森さんはめげずに頑張って言葉遣いなどを変えていった。難しいこともあったけれど、少しずつ周囲の見方が変わってくる。しかしこの調子だと思っていた頃、妙な噂が流れてきた。森さんが左遷させられるというものだ。絶対にそんなことはないはずなんだけど、でも事実確認はしないと。森さん。青木さん。少し確認したいのですが、あなたが左遷されると聞きまして、それは本当なんですか？私もよくわからなくて。でも近々左遷されると、あくまで噂なんですけど。森さんもあまり分かってないのか。このまま放っておくわけにはいかないな。きっと噂が流れたのには原因があるはずです。森さん、一緒に調べましょう。それから一緒にこの噂の原因を探し出した。どうやら同じ部の一部の男性社員が森さんの悪評を流していたらしい。それに尾ひれがつき、今回の左遷という噂になったようだ。ひどいですね。そんなことないですよ。森さん、納得はしているんです。
態度や口調を変えても今更ですもんね。待ってください、あなたは今努力しているじゃないですか。それを無視するのはおかしいです。だから諦めないでください。でもどうしたら。噂の原因となった人たちと直接話しましょう。何ですか、呼び出して。俺たちも暇じゃないんですけど。君たちに質問があるんです。なぜ森さんの悪評を広めたんですか。決まってるじゃないですか、森さんの厳しい指導に嫌気がさしたからですよ。あんなの誰だってうんざりするに決まってるじゃないですか。あなたたちの気持ちを考えずに独りよがりな指導をしていてごめんなさい。良かれと思ったことがあなたたちを傷つけるとは思わなかったの。気持ちを汲み取れなかったことも本当に申し訳なかったと思ってる。だから許されるなら挽回のチャンスをちょうだい。本当に君たちは嫌なだけだったのですか。他に何か感じたり思ったりしたことは。森さんはこれだけ正面からぶつかってきてくれている。君たちもそれに素直な気持ちで答えてもいいんじゃないでしょうか。本当は嫌だっただけじゃないですよ。認められたかったし悔しかったんです。でも怒られてばかりだったから。そういうので俺たち俺たちも悪評広めちゃってすみませんでした。本当にすみません。君たちが悪いんじゃない、全ての原因は私なの。これから改めていくからまたよろしくね。こうして森さん左遷騒動は幕を閉じた。なんで噂って分かってたんですか。実は俺は人事部でそのエースと呼ばれてまして、それで人材は企業の宝ということで働き方革命をしようという話が出たんです。そこでどこの部を中心に見るべきかとなった時に。うちの部が上がったということですか。そうなんです、あなたの厳しさは人事部にまで届いていたので、一体どういう指導をしているのか気になりまして。でもなんでうちの部で昇進が。いずれは人事部の課長になることを見越しての今回の件だったんですけど、まさか森さんの部署で昇進するとは俺も思ってなかったんです。上層部曰くせっかくなら俺にその部署で課をまとめてほしいと言われて。人事のエースならこっちの部署でもきっと能力を生かして活躍できるってことなのかもしれませんね。そうだといいんですけどね。それにしても青木さんは人事部のエースだったんですね。人事部に直接出向くことはないので知りませんでした。バレないようにできないふりなどをしていました。騙した形になってすみません。大丈夫です、あなたのおかげで大事なことに気づけましたから。え？優しくて温かくて素敵なあなたに私は恋をしました。あ、私青木さんのことが好きです。あなたの優しさに恋をしたんです。青木さんはどうですか。俺はまだ好きかどうかはわからないです。でも森さんのことを好ましくは思ってますよ。ではあなたに好いてもらえるように頑張りますね。それから森さんは言葉遣いを意識し続けたおかげで周りの評価が変わった。もともと指導は的確だったのでみんなから鬼から天使になったと評判だ。それだけじゃなく宣言通りに森さんは俺にアタックをしてきた。控えめだけど深い愛情にどんどん心が惹かれていき。森さん昇進おめでとうございます。ありがとうございます。周りも評価もすっかり変わってみんな天使だって言ってますよ。天使だなんてそんなあの青木さん、私まだあなたのことが。俺もです。え、森さんのことを好きになってしまいました。で
じゃあ、これからは恋人としてよろしくお願いします。はい、見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。